おはようございます。はい、亀山に今日は来たね。実は今回、まあ、あるねロケで、まあ、あるロケっていうか言っちゃうとてっぺんダッシュというスリービジョンのロケなんですけど、まあ、それのロケの、まあ今日はプランなんですけど、それでちょっと亀山ダム、千葉県のね亀山ダムに来てます。で、いつもねOKチャンネル見てもらってる方はね、ルシエルが登場すると思うんですけど、今回ルシエルいないです。なんでヤツエルがいます。ヤツエル。フィールドスタッフのヤツだけですね。はい。お願いします。今日はお願いします。はい。あと、まあ、そこのね椿本レンタルボート屋のガイドさんいますんで。山よるです。お願いします。山ちゃんです。はい。よろしくお願いします。お願いします。硬いな。緊張しすぎて、ね、メガネ曇ってます。曇ってない。メガネどう、どんくらい曇った？どんくらい曇った？めっちゃ曇ってる。全然全然曇ってる曇ってる。曇ってる。曇ってるやん。お前曇ってるやん。はい、まあそんなこんなでね、今日はちょっと3人で下見を行ってきますので、まあその光景を、流せたらいいなと思います。ということで頑張っていきまーす。元気でしょ。元気いいね。行きたかったな、これ。行きたかった？待ってた。今度行こう。うん。じゃあもう、もう。とこやで、カメラもめっちゃ面白かったもん。うん。ダムなんやね。ダム。うん。まあ、なんか。関西とね、ダムとはちょっとまた雰囲気が違ったりするから面白いですよね。めっちゃ謝ってるやん。謝ってんじゃん。これ挨拶して。挨拶か。挨拶して。あ、すれ違った。そう、すれ違った人に挨拶して。で、また何ピース？これは写真やね。写真。写真撮ってた。何してんの？どうした？どうした？ケツプリンしてるわ。あ、ケツプリンしてるね、これ。ケツプリンしてる。これもでもレンタルボートやからさ、そのやっぱ安定感ね。安定感もあるから。ケツでバランス取ってる。そう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 。まあ実際ここからね、こうプランを開始するんですけど。でもこれクリアな方なんですよね。これクリア、これ綺麗な方です。クリアな方なんです。でまあ水質の話とかね、さっきしてたんですけど、まああの辺とかもちょっと要はフィールドの状況まで確認するっていう感じですね。怖いですか？もうなんか。飲めるまではいかん。あ、でもなんか言われたら飲める気してきた。まあまずそもそも亀山ダム自体を僕はほとんど知らないから、地形も全然わからへんし、とりあえずまずその状況を今のこの季節を踏まえてまずは見て回る。ここは今落ちてる。10ぐらい。ここでも行きますか。あ、ここ行っちゃうかい。山ちゃんめっちゃ詳しいんで、まあここから要はドア上がってるとか、ここから落ち込んでますよとか、まあそういう部分ちょっと聞いてる感じですね。で、頭の中に入れてるって感じね。そうそうそう。イメージをリンクさせるの。リンクさせるなと。今はもうその辺のにもみんな地下陸やってる。あ、地下陸で有名だね。あんまフットボールやないよね。かかるっていうのはやっぱどうしてもメガクリやっぱ多いですよね。バウヘッド、あ、バウヘッド全然ありだと思います。でもあれやな、バウヘッドは木やんな。木が多いんやんな。木が多いっす。木が多いやったら振りの方がやな。あ、こういうのがすごい大事で、そうそう、まずこの自分の釣りする場所の、まあ、理想なところを探しとかないとはめれない。いきなり投げてしまうもんね、やっぱ何も考えないで。そうね、それはね、やっぱり投げてまうとね、まずそのルアーが入ってしまうでしょ。ルアーから入ってしまうからじゃなくて、まあ、この条件に合うところをまず探す。で、そこに対して合うルアーを選ぶって感じなんでね。まず場所をまず知らないと。ほんまに前の OK 道場そのまま。そうそうそう、そのままそのまま。やってみてもいいね、ちょうどね。なんかでもリグっと。でも下ろし、ああでもあれか。カバクリとかの方が早いか。カバクリか。芋は時間かかって。クリ。でもこっからだからもう実際じゃあ。
ある程度こういうところやったらじゃあどういうルアーが反応ええかなっていう部分で、うん、まあルアーを絞った状態で、まあ、絞り込んでいく段階かな、うん、まずは、うん、でいろいろちょっとこう入れてみて反応を見る、魚の反応を見るとか、でルアー選択してるって感じだね、うん、そうですね、はあ、これはなるほど、メインも入れないの、やってるんややっぱり、やってるやってる、もうそんなんやそれやるよそれやらんと、それやらんとだってそんなん無理やからね、言うてるだけやと思ったらやってるちゃんとやってる、ちゃんとやってるやん、言ったあれあの順序通り行ったら、はあはあ、魚は見つけられるね、やっぱ見つけられるからちゃんと、うん、そうかそうか、そうやっとなりましたね、ちょっと話これはだから一回投入してみて、まあ、あとその細かい例えば底の、感触だったり、まあ、こういうのは投げてみてやっぱ分かるから、はいはいはい、まあ、これはもう多分大きく説明したからね、一回底の方が分かりたいんだったら地形変化テキサスリグとか投げて感度を見てとか、これはある程度自分の中で感覚分かる分でやってます、天ぷらは調子乗ったらダメなんだよだいたい全プラでいい思いすると本番こけるっていう俺のジンクスがカミカマはバスがやっぱ多いから反応あるところ見とくのが大事やね、そうっすよね、前昔インバで一回やった時にちょっと走ってる、はい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 、プラで50近いの抜いたり普通にいい場所いっぱい普通に釣ってて、あ、ここ釣れるやんと思ったら、はい、ロケ次の日え全然入っていけへんねんけど抜きすぎちゃったんですね、全然入っていけへん、やばい、これ2日間終わってるんちゃうかおるんやろって、ね、緊張してたまだメガネ曇ってるからな、もうまだ曇ってるかもしれない、もしかしたら結構時間経ってんの、そうまだまだ、もう慣れよっかみたいな、ありましたなんかありましたね、オッケーオッケー、まあ1が良かった、オッケー、これやめとくわ、やめようって言ったら、それ予想やったから、うん、今釣るんじゃなくて本番に置いとくから、ああ、魚いそうやったよね、そうそうそう、うん、あくまで本番をね、本番釣らなあかんから、そのための情報収集、ああ、確かに、おお冬っぽくね。比較的なんかエッチな感じですよね。冷たくない。やった。ここも同じ感じね。場所変えて。うん。地形変化があってそこをまあちょっとこう手元ね、うん、どんな感覚かっていうのをちょっと確認しておこうと思って一回出てみてるんですけど。釣ったやん、また釣ったやん、なんだそらなんだこらさっきの情報収集があったからこれまあそこでこうリンクさせてあとはまあだから確認する感じですね、なるほど、そうそうそう、まあこういうのを繰り返して、ね、まあ実際本番に挑むためのこれでね、ルアーに対しても自信もつくしね、そう、エッチベイバー好きですね間違いないめっちゃ食うじゃないですかねえ、こうやった方が大きく見えるでしょでも本当食うわ、ピンフリさすが、ふっふっ